皆さん、こんにちは。福田敦史社長の舵取りのもと、4月頃から本格始動予定のスタートエンターテイメント新体制のプロジェクトとして、業界ではスマップ再結成が注目されているようですが、中でも中井正広さんと木村拓哉さんの間には深い確執があると言われていました。ところが、中井さんが自身のレギュラー番組で木村さんのことに言及した場面があったそうなんです。放送では全カットされてしまったという、その内容が明らかになり、スマップ再結成への動きが鮮明になってきました。調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。スマップの解散後、中井さんは2020年2月に事務所を退所することを発表し、会見を開いた際に記者から、木村さんへの思いは？と聞かれ、思いがあって伝えたいことは直接お話しするんじゃないかなと答えており、この発言からこれまで中井と木村の対面は公になっていませんでした。テレビ局関係者は、中井さんの中では最後まで木村さんとのわだかまりは解けないままでした。実際、この会見以降、中井さんはテレビなどで木村とさえ発言したことがないので、徹底していますよと語っています。しかし、2016年1月の解散から年月を経て、離れ離れになってしまっていた元スマップメンバーの間に変化が訪れているようで、昨年の4月30日、中井さんが松本人志氏と MC を務める松本トゥー中井に香取慎吾さんがゲスト出演し、約6年半ぶりの共演は大いに話題となりました。芸能関係者は次のように話します。番組では2022年12月に中井さんが体調を崩して2度目の休養に入った際、香取さんが会えませんかと連絡して、香取さんのアトリエで2人だけで会ったことが明かされました。また中井さんの闘病中、2ヶ月にわたって香取さんが毎日連絡をしていたことも明らかになり、2人の強い絆に視聴者は感動しました。またこの放送でもう一つ注目を集めたのが、番組で木村の話題が一切出なかったこと。この時、多くのファンは4人が事務所から独立してテレビでの共演が実現しても木村さんとの関係性は変わらないのかとため息をつきました。しかし、事実は異なるようで、あるフジテレビ関係者が、この時香取さんと中井さんは木村さんのことを話し、松本氏も含めて大いに盛り上がったことを明かしました。しかし、その話は全てカットされてしまったそう。これについて同フジテレビ関係者は、そこには中井さんの考えもあったそうです。慎重な中井さんだけに、香取さんと自分が木村さんを話題にすることの影響力が頭をよぎったのでしょう。もっとも、番組放送前の3月にジャニー氏の性加害問題が BBC に報じられ、4月にも公安岡本氏が外国人特派員協会で会見を開くなど、当時の事務所には逆風が吹いていて、中井さんが木村さんに触れるタイミングとしては最悪ではありましたと話していました。なお、木村さんをめぐるやり取りがカットされたことについて、フジテレビは番組制作の詳細についてはお答えしておりませんとし、香取さんの所属事務所は、制作に関するご質問についてはフジテレビにお問い合わせくださいと回答したそうです。スマップ解散後、旧ジャニーズ事務所に残留したのは木村拓哉さんのみでした。しかし、事務所は性加害問題により崩壊、木村さんは CM 降板やドラマスポンサー探しに難航、かつての人気ぶりは見る影もありません。新たなマネージメント会社として設立されたスタートエンターテインメントの社長に就任した福田敦史氏と木村さんは、誰より早く面談したはずですが、未だに木村さんとスタート社との契約について正式なアナウンスがありません。間もなく決着がつくと見られていますが、スムーズに進んでいないという声もあり、独立の可能性も出てきています。そしてこれこそがスマップ再結成の可能性が絵空事ではないと言われる最大の理由。最近になって、複数のテレビ局幹部がスタート社にスマップ復活を働きかけているという話もあり、中でも最も前がかりなのがフジテレビだそうです。フジのバラエティ班には稲垣さん、
草薙さん、香取さんを引き連れる形で旧ジャニーズ事務所を退所した飯島氏を今も敬愛するスタッフが多く、かつて高視聴率を誇ったスマップスマップの一夜限りの復活などを画策する動きがあるそうです。しかし富士の対抗馬と見られるのがテレビ朝日、長年富士の音楽番組のプロデューサーを務め、旧ジャニーズ事務所とも太いパイプを持つプロデューサーがテレビ朝日に電撃移籍するという話があるようで、テレ朝は東京有明ふ頭に東京ドリームパークという地上11階地下1階の複合施設を2026年に開業する予定で、そこには旧ジャニーズタレント専用のジャニーズ劇場が常設されると報じられていました。富士から招聘するプロデューサーはこの新事業を担当すると言われ、彼のらつ腕で新劇場のこけら落としでスマップが登場するプランが噂されています。解散報道後、ダークスーツに身を包んだ5人はスマップスマップの生放送に出演して解散騒動を謝罪。木村さんを除く4人のメンバーの表情はうつろで正気がなく、草薙さんの今回ジャニーさんに謝る機会を木村くんが作ってくれて、今僕らはここに立てています、5人で集まれたことを安心していますという発言が世をざわつかせていました。後に公開処刑と揶揄された生放送でメンバーのいびつな関係性が明らかになり、グループは空中分解。これ以降スマップをめぐっては4対1の対立軸で語られることが増えています。しかし時を経てメンバー間の関係性も変化してきていますし、木村さんも7年前はこれまで育ててくれた事務所への恩義や抱えていた仕事への影響を考慮し残留することを選択したものの、あの時果たせなかった5人全員が古巣を離れることで恩衆を超え再結成に挑めるという考えになったのかもしれません。木村さんの契約問題が長引いた背景にはスマップ再結成が関係しているのは間違いなく、どんな結論になろうともそれは5人にとって前進のはず。今の木村さんは再結成に向けて完全に準備ができている状態だと言われています。スマップやキング&プリンスの共演の可能性について問われた福田新社長は全く OK ですと答えた上で、共演 NG と言ったってそれって芸能事務所がいくつもある港区の話でしょうと一蹴、むしろイメージが落ちるところまで落ちてしまっている旧ジャニーズ側としては、スマップ再結成への協力を惜しまい姿勢を示していけば、企業として申請したことを世間にアピールできる好材料になるとも考えられます。となるとあとは元メンバーたちの気持ち次第で再結成に大きく動き出す可能性は高く、リーダーだった中井さんはスマップ愛が人一倍強かったことは有名。2020年の退所会見で再結成の可能性についてゼロではないですし 100% ないとは言えないと発言していたため、彼の中で再結成の選択肢があることは伺い知れます。スマップ再結成についてネットでは、彼らの解散がどれだけの日本人の心に穴を開けたことか、再結成となったら少なくとも僕の世代はエネルギーもらえるというように喜ぶ声もあれば、事務所のタレントみんな仕事を奪われひどい目に遭ってるのに、事務所を出たタレントとスマップ再結成、まず事務所のタレントの待遇改善が先でしょうよ。元スマオタだけどこれはさすがに順番が違うと思うわと、スマップ再結成へと動いている事務所関係者やテレビ局への対応に疑問を抱く声もありました。また他にも、普通に今スマップって需要ある、男組の時も思ったけど需要なくね、同世代のファンを見たことないからそう思ってるだけかもしれないけど、若者は普通に興味ない人の方が多そうと、現在のスマップの需要についての辛辣な意見など、このスマップ再結成の噂には様々な意見が見られます。テレビ離れが深刻化している現在、イメージ回復に努めている旧ジャニーズ事務所の関係者だけでなく、テレビ局も視聴者を取り戻すことに必死になっているかと思います。しかしそういったイメージアップや現状回復の目的で
SMAP のメンバーが利用されるのはファンも良い気はしないでしょう。ただ SMAP の再結成に喜ぶファンは大勢いると思いますので、彼らの意思で下される決断を待ちたいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。